では今日もファンド X スタートアップシーンポッドキャストを始めていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。では今日のテーマ、はい、今日は、はい、アイディアを検討するときに誰と話したらいいのかという話をしていきたいと思います。はい、はいはい、私たちも結構そのアイディアのフェーズを支援させていただいていて気づいたことがいくつかあるので、はい、そのあたりのお話をそうですね、はい、していければと思ってます。はい、はい、何かご質問ありますか？そうですね、うん、誰と話すべきなんですか？というか、まあ、はい、話す人によって変わるものでしょうか？そうですね、まあ多分目的によって話す人変えた方がいいんじゃないかというのが今現状の仮説です。例えば探索したい時とかに関しては割と何でしょうね、そのフィールドというかどのあたりに機会があるのかを、まあ、ある程度把握しているような、まあ、ちょっとその業界全体知っている人とかいうのに話聞いた方がいいんじゃないかなっていうふうな、まあ、場合もあるのかなとかって思ってたりしますし、一方でその何でしょう、少し深めていきたい時とかはやっぱりその業界の専門家であったりとか顧客であったりとかっていう人に話を聞かなければアイデアなかなかうまくいかないなっていうのもあったりしてるという感じで、なんか結構その何をしたいかによってどういう状況かによって話す相手っていうのは実はいろいろ違うんじゃないかなっていうのが今持ってる仮説です。なるほどです。アイデアのそのなんていうか進み方としては、まず最初にこういろいろな領域を見てみて、まあ、クライミットとか、まあ、ロボットとかいっぱいあるかと思うんですけど、そういう比較検討して領域を決めて、例えばクライミットならクライミットって決めて、その中でどれがいいかみたいな風に決めていくようなものなんでしょうか？どういうなんですかね、プロセスがあって、なんかそれぞれごとにどういう人に話すといいのかってところを。そうですね、まあもうすでに自分でやりたいアイデアとか領域決まってる人は多分その領域深めていくみたいな、はい、いうパターンが多いかなとは思います。で、まあ、一方で、まあ、その場合本当に市場があるかどうかとかは、まあ、ちょっと別途検討というかしなきゃいけないかなとは思いますと。一方で、まあ、まだその領域とかしっかり決めてない場合に関しては、先ほどおっしゃってた通りやっぱ探索しながらどの領域が企業として領域として適切かどうかっていうのをこう調べていく探索フェーズっていうのがあるのかなって感じですかね。なるほどです。そうすると探索、そのどの領域にするか決めるときには、その全体知っている人っていうのがどれぐらいいるとかどこにいるかっていうところがよくわからないですけど、まあ、なるべくいろいろな業界見ている方にお話をして、じゃあそれをこう一個クライミット、クライミットちょっと広いですけどクライミットって決めたら、それをこうじゃあどのなんですかね、中身なのかっていうところに関しては、なんで顧客とかに個別に聞いていくっていうようなところっていうことですかね。そうですね、本当に探索の時には割と広く探索してもいいっていう人はいろんな方に話、特に視野の広い方に聞くといいのかなと思います。まあ、必ずしも VC の皆さんにが正解を持ってるっていう限りわけではないですけれど、まあ、比較的多くのフィールドを見てると思うので、まあ、そういう投資家とか VC の皆さんに話を聞いて、まあ、どのあたりに機会があるかの目星をつけるっていうのも一つだと思いますし、あるいはその大企業の中でも新規事業をやってる人とか投資やってる人、あるいはそのエグゼクティブの人たちとかに話を聞くと、やっぱり視野が全然違っていたりするので、なんかそういうその視野の広い人に話を聞くと、どの領域が、まあ、今熱いか将来熱くなりそうかみたいなところの意見は聞けるんじゃないかなとは思いますね。なるほどです。はい、それでうまくいった例っていうのはなかなかすぐ見つからないかもしれないですけど、実際そういうことを話してアイデアが変わったとかアイデアが決まった例とかエピソードってご存知だったりされますか？そうですね、まあ、私たちの周りだとプログラムに参加いただいた、まあ、スタジオプログラムっていうのを今やってますけれど、私たちがこの領域チャンスあるんじゃないですかっていうふうなことを事前に提示しておいて、まあ、そこにチャレンジいただくみたいないうことで、まあ、探索期間ちょっと短めにして良さそうな機会にたどり着いたというふうな方はいらっしゃいましたね。はい、
逆に、なんというかそういうことをしなかったばかりにというか、それでこう、なんですかね、しなかったからうまくいかなかった例とか、結構良くない探索、あるいは良くない深め方だなみたいな例って何かこう見聞きされたりされてますか？そうですね、まあよくあるパターン、私たちもそういうアイデア支援してきたこともあったので、よくあるパターンとしてはやっぱりその市場がそこまで大きくないところで、あるいは非常にこう小さなビジネスにしかおそらくならないだろうなっていうふうなところでスタートアップをしようと頑張ってしまったような例はあったかなと思います。そこはやっぱり自分のやりたいことが最初にあってとか、最初に見つけた良さそうな反応がその領域だったので、そこの領域にスティック、かなりフォーカスしてしまって他の探索がうまくできなかったみたいな、いうことはあったかなと思いますね。なるほどです。はい、探索と深めるところのバランスって難しいですね。なんか今の、馬田さんのお話だと、その最初に見たものにこうスティック固執しちゃうみたいなのって、あるあるだなとは思うんですけど、そうですね、はい、でもその探索を続けたからといってうまくいくとは限らないとか、見つからないみたいな例もあるかなと思っていて、はい、その探索をこうある程度切り上げて深める方に移るタイミングであるとか、なんかこう、もしくは何ですかね、こうなったら探索やめた方がいい、そうです、一緒なんですけど、はいはい、どうバランスを取るとか、どういうふうに人と話していくっていうのがいいやり方なんでしょうか？そうですね、探索して良さそうだなって思った領域を見つけたら、一回検算してみる、これが本当に成功したらどういうふうなものになるのかっていうのを想像して、でその時の顧客単価かける顧客数みたいなものでちょっと計算してみると、本当にこの領域、オポチュニティがあるのかどうかとか、このアイディアの先があるかどうかっていうのが見えてくるので、そうしたなんか検算をしてみるっていうのは一つの方法かなと思います。でそこでなんか検算した結果、直近お客様からのいい声があって、検算した結果もそこそこ大きくなりそうだったら一回深めていくのがいいかなと思います。あとはそうですね、探索のやめ時って結構難しいと思ってて、で一回ここだと思って、掘ってみたらそんなに課題深くなかったみたいな、いうこともあって、その時はまた探索に戻らなきゃいけないという時もあるので、なんかそこの何でしょうね、深めていってまた探索に戻る、そして探索してもう一回深めに行く、ここを繰り返すっていうのはなんか前提でそれをやっちゃう、やるしかないかなというふうな気はします、はい、なるほどです。そうすると話す人もものすごくこう幅が広くなる。そうですね、本当にいいアイデアにたどり着くためには見ててもやっぱり50人ぐらい、本当にフリーな領域であればですか、フリーな領域といいますか、領域まだ決まってない方であれば50人ぐらい会って話して、本当になんか良さそうなところ見つかるみたいな、なんかそんな印象がありますね。なるほど、はい、結構でもそれって知らなかった人と50人つながるってすごい大変だなと思うんですけれども、はい、どうやってつながっていくとか、どうやって見つけていくものなんでしょうか？そうですね、気合いでやっていくのが多いかなと思いますし、あとイベントとかに出かけていって、そこのあたりの方々と、いろいろ話してみるであるとか、飛び込み営業をやっているところもありましたし、結構なんか、それは領域決まってないパターンですけど、領域決まってればもうちょっと数少なくていいと思いますけれど、結構いろんな話聞いて、やっぱダメだったねって別の領域の人たちに話聞いてっていうのを繰り返してやってる人たちが多いなと思います。ありがとうございます。人っていう観点だとチームもあるなと思っていて、その一人で探索した方がいいのか、二人以上で探索した方がいいのか、あるいはどのタイミングからチームあった方がいいのか、深める時にいた方がいいねみたいな話なのかっていうと、どういうのが良さげだなっていうふうに見られてますか？そうですね、基本的には一人よりも二人以上の人たちがいた方が進みが早いなとは思います。それは探索のしやすさとか
かもしれませんが、まあ、どちらかというとコミットメントの強さにつながってくるというか、はい、まあ、2人いたら特に2人ともモチベーション高ければですけれど、まあ、なんかやんなきゃみたいな感じになって探索もどんどん と、やっていくみたいなことが増えるかなと思いますし、あと深めていくときは、まあ、特にあの2人以上いた方が一つの情報でもなんか2人の視点から別の学びが得られたりするので、なんか割とその深めていくときにも複数名いた方が早いなみたいないうところは感じているところでありましたね。基本的には複数人、その探索のところも深めるところもいた方がいいっていうことですね。そうですね、まあ、基本的にはですけど、まあ、とりあえず探索の時には、まあ、特にピボットを良くするフェーズの時にはあんまり人数がいるとピボットしづらくなっちゃうので、うん、必ずしもあの多く人がいた方がいいかっていうとそんなこともないとは思います、うん、はい、なるほど。ただやっぱり深める時はやっぱ複数にいた方が、うん、物作るのも早いし、ね、学びも多いし、なんか進捗は 多いことが多いなと思いますね。まあ、なるほど。本当の初期 そのピボットが多い時に関しては、まあ、1人の方がいい場合もあるあるかもしれないってことですね。はい、なるほど。そうですね、まあ、あと私たちがやって、まあ、効果がある時とない時があるなと思ったのが同じフェーズの起業家志望者のつながり、はい、これはなんか、効果がある場合ない場合があるなと思いました。なるほど。どういう場合には効果が、どういう効果があってどういう場合には効果がないっていうのなんでしょうか。はい、そうですね、まずやっぱりある場合はやっぱり同じフェーズの他のチームのことを知れて精神的にちょっとなんかあの癒されたであるとか、あのお互いの進捗からこう学び合ってモチベーション高まった、そのモチベーションという観点だと同じフェーズの起業家がいると非常にこういいと思ってます、はい、ただ一方で効果があまりないなと思ったのは、その同じフェーズの起業家がいたからといってアイデアの探索が早くなったりとか、うん、アイデアを深めることが早くなることはそこまで多くはないかなっていうふうに思っていると。なのであの起業家の仲間を作るっていうのは精神的な安定とかモチベーションの向上には非常に効果があるけれど、アイディアを良くするあるいはアイディアを探索するという観点だとそこまで効果はないんじゃないかなというのが今の印象ですね、うん、なるほどです、はい、そうすると、まあ、今お話伺うとその関わる層、アイディア探索で関わる層っていうのが、まあ、今3層ぐらいですかね、チームがあって、はい、その先に、まあ、起業家仲間みたいなものがあって、まあ、その先にこう全然外部の人そうですねっていう風になっていく。で、なんでそうですね、で基本的にチームは複数行った方がよくて、で、まあ、その起業家仲間とか外部の人っていうのはその場合に応じて話すのが良いんじゃないか。そうですね、まあ、いわゆるその支援とかで支援とか、まあ、で言うと情報的な、まあ、認知的な支援もあれば感情的な支援もあって、はい、その認知的な支援とかは非常にこう遠くの外部の方々とかはすごく助かるし、深めていくときに、まあ、特にそう広げていくときには外部の方が助かるし、深めていくときにはチームが非常に大事になってくるけれど、あの感情的な支援はもちろんチームももちろん自分の本当にコアなチームも感情的な支援の支えになるし、周りの起業家も感情的な支援として非常に効果的な場合を持つというところで、はい、結構つながりによってでどこでどう効果があるのか変わってくると思うので、単純に人をつなげればいいかっていうと多分そんなことはなくて、うん、今起業家の皆さん、起業家志望者の皆さんがどういうところに困っていて、でどういうところの、まあまあ話ね、ご支援が必要なのかをきちんと見ながら人をつなげていくことが大事なのかなと思ってます、うん、はい、なんかそういうなんかアイデア段階の時に誰に話すべきかは、そうですね、だから人をつなげるってだけじゃなくてもう少しこう細かく区切ってというか、はい、必要な支援と必要なタイミングと必要な何でしょうね、まあ、フェーズというか段階、そうですね、段階によってちょっといろいろ変えていく必要はあるかなと思ってます、はいはい、まあ、それが私たちが今学んでいるところかなと思います。まあ、基本的にはやっぱ起業家同士のつながり、まあ、学びが多いし感情的な支援も
あるので、もうアイデア決まった方々とかアイデア決まって進めていこうって方々には、まあ、企業が同士のつながり提供するのは非常にいいのかなと思いますね、うん、はい、はいはい、今日はこんなところでよろしいでしょうか。はい、はい、アイデアについては他の切り口もありそうなので、そうですね、はい、またお伺いできたらと思います。はい、では今日はファウンド X スタートアップチェーンポッドキャスト、アイデアの時に誰につなげるべきかというお話でした。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。